新型コロナウイルスはエアロゾルっていう口から出る小さな水分の粒子に入っていて煙みたいに漂うんだって。煙？私たちは1分間に12回くらい呼吸していて、1回で 500cc の空気を吐き出してるんだよ。ちょっと見てて、これくらいかな。こんな風にウイルスエアロゾルが出てるんだね。1分間だと10リットル、こんな感じ。うわあ。じゃあこれを吸い込むとウイルスに感染しちゃうってこと？そうなんだよ。少しなら大丈夫みたいだけど、今話題の変異株は出るウイルスがすっごく多いそうだから、より感染しやすくなってるみたい。この煙がすっごく濃いイメージかな。やだ、こんなの絶対吸い込みたくない。どうしたらいい？まずはじゃーん、おなじみのマスク。でもつけ方にコツがあるみたいだよ。私のつけ方じゃダメかな？どれどれ、ちょっと見せて。あー、脇が開いてるね。そこから空気が出入りしちゃうから効果が大幅ダウンしちゃうの。じゃあこう？でもぴっちりするの難しいよ。歪むし、ずれるし。そういう時はマスクを二重にするといいみたいだよ。押さえつけて漏れがなくなるし、ずれにくくなるよ。こうかな？そうそう、いい感じ。マスクはウイルスを吸い込むのも出すのも8割ぐらい止めるんだって。残りの2割を2枚目で止めると合計で9割ぐらい、ほとんど止められるんだよ。二重マスクの目的は隙間漏れを防ぐこと。これが何より大切なんだよ。でもちょっと苦しいよ、これ大丈夫かな？ちょっと苦しいくらいがマスクが効いてる目安なんだ。だけどどうしても苦しかったら2枚目は外からウレタンマスクでもいいよ。こんな風？うんうん、上から押さえつける感じだね。鼻マスクはダメ？絶対ダメ。楽だけど全然効果ないよ。鼻からウイルス自由に出入りしちゃうから。でもマスクってすっごい蒸れるんだよね。うんうん、夏は特にね。人がいないところでは外してもいいんだよ。人がいるところではつけて、メリハリが大事。こんなのも役に立つよ。じゃーん、ネック扇風機？ここ数年で見るようになったよね。漂ってるウイルスを上に吹き払っちゃうんだよ。やってみよう。おお、スモークが飛んでった。だけど吹き飛ばされたウイルスはどこに行くの？そこが問題。近くから吹き払っても部屋に漂ってるから追い出さないとね。それが換気。換気はただ窓を開けただけじゃダメみたい。入り口と出口を作って空気を通すんだよ。風を感じるくらいが理想だって。うまくいかないなら入り口と出口を結んだ直線上に扇風機なんかを置いて、出口に向かって空気を押し出すようにするといいみたいだよ。こんな風に。おお、ちゃんと出てるね。空気を動かせ、だね。じゃあ閉め切った部屋は感染リスクが高いってこと？そう、学校に限らず室内に入るときは空気がよどんでないか、窓は開いているか確かめた方がいいよ。もしよどんでいたら入るのをやめるか、ドアを開けてしばらく待つ。入ってすぐに窓をパーパーに開ける必要があるよ。その他に気をつけることってあるの？新型コロナウイルスは感染した人の半数以上が症状が出ないけどウイルスは出すんだって。
冬の第3波で感染が県内中に広がったから、社会生活でどこに感染している人がいるかもうわからないんだよ。じゃあ人に近づくときは気をつけないとね。3密を避けようって言われてきたよね。密接、密集、密閉だけど、変異株が広がった今はそのどれか一つでもうつるんだよ。しかもプチ密。え？なんだって？プチ密？そうそう、ちょっとした密のこと。ほら、授業の最中は気をつけてるけど、始まる前とか終わった後とか、ついバーッと近くに集まって楽しくおしゃべりしちゃう時とか。これがプチ密。あるある。何かイベントの前後のプチ密たくさんある。生活の中のプチ密に注意だね。手洗いとかはどうなの？新型コロナウイルスは接触感染のリスクが低いことは分かってきたし、これまで通り手洗いを続けたら大丈夫だよ。新型コロナウイルスにうつらない、うつさない、イメージできるようになったかな。最後にまとめよう。吸い込まなければ感染しない、漂うウイルスをイメージせよ。吸い込まない工夫を。空気を読め、ウイルスを吹き払え、追い出せ、風を感じよう。プチ密を避けろ。感染は生活にあり、小さな密に敏感に。これらを徹底してこのピンチを乗り越えよう。